皆様こんにちは。ファンパスアートのいろはです。今日はパステルアートで赤ちゃんペンギンを描いていきたいと思います。使用するのは100円ショップで売られています。こちらの18色入りのパステルです。この中から数色使って描いていきたいと思います。まずは型を作っていきます。型紙用の画用紙にペンギンと光の下書きをしています。こちらをカッターで切り抜いて型を作っていきます。カッターで切り抜くことができました。こちらは使いやすいようにハサミでカットしておきます。それでは背景から描いていきます。茶こしを使ってパステルを削っていきます。水色とグレーを削ったらコットンを四つ折りにして塗り伸ばしていきます。続いて、画用紙の直線部分などを当ててテープで固定します。こちらの手前にさらに水色を削って塗っていきます。型を外すとこのような状態です。消しゴムでところどころ色を消して氷を表現していきます。続いてペンギンの型を合わせて内側にグレーを塗っていきます。型を合わせて固定して内側の色を消しゴムで消しておきます。パレット用の白い紙の上にグレーと黒を削っておきます。それではグレーを塗っていきます。顔の部分は白く残しておきます。続いて頭の上の部分と足の部分を切り抜いていきます。先ほどの型を合わせて最初に塗った胴体と顔の部分を隠していきます。この状態で切り抜いた部分に黒色を塗っていきます。型を外すとこのような状態です。足元に線を増やしていきます。続いて背景に光を入れていきます。光の型を好きなところに合わせて内側の色を消しゴムで消していきます。好きなところに光を増やしていきます。黒ペンで目を描き入れます。色鉛筆でほっぺの部分にチークを入れていきます。白ペンで艶を描き入れます。それでは周囲のテープを剥がしていきます。これでペンギンの赤ちゃんの完成です。皆様もぜひチャレンジしてみてください。